の動きが活発になる近年、海上保安庁でも巡視船の造船が着々と進められています。巡視船あかつきもすでに引き渡しが済んでおり、尖閣や南西諸島で目を光らせている状況です。とはいえ、今後も多くの大型巡視船の配備は必要不可欠であり、中型巡視船との連携も強化していくべきでしょう。無論、上空からの監視体制は万全であり、24時間海峡局の動きを監視している状況ですね。さて、今回は海上保安庁の大型巡視船である黎明型について詳しく見ていきましょう。海上保安庁の最新艦艇である黎明型巡視船の2番艦あかつきが就役したのは2021年2月16日のことだ。あかつきはそのまま中国公船が幾度となく侵入を繰り返している尖閣諸島を管轄下に置く第10管区海所保安本部に配属。鹿児島港を母港とする第10管区海所保安本部は、本所に1番艦でネームシップの黎明とともに暁が配備されており、今後とも尖閣諸島を含む南西諸島の防衛を行う上で重要な役割を果たすことは疑いようのない事実である。ここで黎明型巡視船の諸元について掘り下げていくのだが、排水量が約7300トン、全長150メートル、全幅17メートルの艦隊に1機9000馬力を発生するディーゼル機関を4機搭載している。また最高速力は25ノットと海上自衛隊の艦艇と比較しても何ら遜色のない規模なのだ。しかしながら、通常の海上自衛隊護衛艦で並走されているような対艦ミサイルや魚雷などを装填する兵器は装備すること不可能となっている。これはあくまでも警察としての力の範疇を超えないための配慮であり、その代わりに70口径40ミリのボフォース射程単装機銃2機と20ミリバルカン砲を2機ずつ採用しているようだ。その他には遠隔放水銃や停戦命令等表示装置、遠隔監視と小装置などに加え、両舷に救難用の高速警備救難艇、全天候型救命艇、警備艇が搭載されており、これらはテレビでもよく目にするような装置たちである。黎明型は前級である秋津島や前々級の四季島に次ぐ6000トン超級の大型巡視船だ。今回着目していく暁の建造費用はおよそ234億円で、2010年度計画で建造された秋津島の発展型とされている。しかし、計画年度が6年離れていることから、全体的に改良が加えられたものとなった。まず後部マストだが、秋津島では前部マストと同じラティス構造だったものが、暁においては、サーチライトや FCS の台座を兼ねた搭乗のマストに改良されている。加えて、居住区画は防音が徹底されており、政府材が活用され、居住性も格段に向上しているようだ。言うまでもなく、任務の長期化にも対応可能なように、十分な保存水や食料などを搭載するスペースも確保されている。ここで、海上自衛隊の最新鋭イージス艦であるマヤ型の諸元を見ていくのだが、基準排水量8200トン、満載排水量10250トン、全長170メートル、全幅21メートルの艦隊で69000馬力の機関を搭載し、30ノット以上の速力となっており、この数値を見る限りやはり黎明や暁もほとんど見劣りしない数値を誇っているのだ。だが、建造費としては、やはり、イージス艦の方が高額であり、マヤ型が1隻あたり1700億円であるのに対し、
暁はその6分の1で製造することができる。無論、海上自衛隊の護衛艦は敵と戦闘することを前提に作られたものであり、それゆえに巡視船と比較して設計や構造的に高額になることは仕方のないことだ。だが、特にマヤ型においてはイージス兵器システムのコストが大きいと言えるだろう。 SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機を搭載可能なマヤ型だが、平時は搭載していない。暁も他の大型巡視船と同じように完備に大型のヘリであるスーパーピューマ225を2機搭載可能としている。ちらも平時は1機のみを運用し任務をこなす運びだ。暁に搭載されている大型ヘリコプタースーパーピューマ225はフランスのエアバスヘリコプター社、旧ユーロコプター社が2000年に開発したものである。全長 19.50m、 全高 4.97 メートル、座席数21席、最高速力150ノット約 280km となる大型ヘリであり、日本において海上保安庁以外にも採用例のある機体だ。余談だが、暁に搭載されたヘリコプターの愛称は一般公募の中から採用された。今回採用されたのは青鷲という名称であり、これは南九州の青い海と海上保安庁のイメージカラーである青と大空を力強く羽ばたく鷲を組み合わせて名付けられ、そこには南九州の海を力強く守ってほしいという思いが込められている。陸上自衛隊においてスーパーピューマ225は3機調達されており、木更津駐屯地の第1ヘリコプター団特別輸送ヘリコプター隊にのみ配備している。これらは通常の輸送任務のみならず、皇室や内閣、国外からの要人の移動を担う機体としても活用されているとのこと。また陸上自衛隊に納入されている機体にはいくつかの改修が施されており、操縦席周辺に防弾板を設置し、エンジンの排熱温度を下げる IR サプレッサーが挿入されている。 IR サプレッサーというのはエンジン排気口からの排熱を抑えて赤外線誘導ミサイルの追尾を軽減してくれる赤外線排出抑制装置のことだ。東京消防庁においても3機が配備されているが、こちらは救難や救助、救急といった人命に関する任務や航空消防を主な任務としている機体である。陸上自衛隊の機種と同じように非常時の安全対策のため緊急用いかだや緊急用着水装置なども備えており、より汎用的な救助任務に当たれるようになっている。このように様々な組織において採用されている同機だが、海上保安庁での保有数は突出した9機という数である。巡視船以外にも各陸上拠点での運用が行われており、今後とも活躍に期待を寄せられている。さて、暁艦載機である青鷲だが、今後は尖閣諸島周辺で中国公船と対峙するであろうことが予想されている。これらは具体的に中国海峡局という組織に所属する艦艇であり、中国政府の息がかかった船というわけだ。従来中国海峡局は日本の海上保安庁と同じように警察としての権限しか持ち合わせていなかった。しかしながら2017年以降は着々と武装警察といっても過言ではない組織へと改変されており、現状軍隊と何ら遜色ない武力を所持している家よう。確かに米国沿岸警備隊も米軍の一部であることを考慮すると
脅威と認識するのは早計のようにも思える。しかしながら、2021年2月より、海恐怖法が改められたことにより、その脅威度は明らかに増してしまった。改正以前と比較すると、中国海恐怖局所属の艦艇や職員の武器使用のハードルは格段に緩和され、これにより、海恐怖局の武器使用の可能性が向上したことになる。アメリカ政権が共和党のトランプから民主党のバイデンに移行したことも、中国は好機と捉えているのか、尖閣諸島の実効支配への動きは加速度的に上がっているのだ。本来、尖閣諸島は日本の領地であるのだが、中国からすれば日清戦争により日本に奪われた土地という見方が大勢を占めており、いかに日本の固有の領土であることを主張しても、聞く耳など持たない状況である。現状、尖閣諸島の周辺海域に、幾度となく出没を繰り返す中国公船に対して、海上保安庁は手出しできない状態だ。日本の漁船の操業を妨害されないように動くのが関の山であり、言うまでもなく、海上保安庁側から、武力行使を行うこともできない。つまり、もし、中国海恐怖局艦艇に攻撃の意思があれば、いつでも武力による衝突が起こり得てしまう。実際、このような状況を懸念して、日本からも海上自衛隊の艦艇の投入を進めるべきといった強硬意見も出ている。だが、中国から、先に手を出したのは日本であると指摘されれば、国際的にも面倒になることは明白だ。だからこそ、この件については慎重に対処するしかなく、日本の大勢としての意見もそちら側である。もし仮に海上自衛隊の艦艇を投入し中国側から攻撃を受けた場合に関しても、日本側には問題が山積みだ。様々なしがらみの中で動くしかない日本は、極論で言えば殉職者が出ないと本格的に動こうとしないだろう。自衛隊隊員はもちろんのことだが、海上保安庁職員も同様に、日本を守る大切な人員である。政治を担う立場にいる方々には、もしもの時、海上保安庁職員も、国際法においてしっかりと守るという意思を持って行動してほしいものだ。海自治機イージス艦建造で国連恐れるイージスシステム搭載艦は、最大級、4方向3次元索敵で迎え、反撃型で、ミサイル無効化を詳しく見ていきますね。日本を敵視する国々が、日本本土を攻撃できる、弾道ミサイルは多数存在しており、弾道ミサイル防衛能力の向上は、喫緊の課題である。防衛省は、弾道ミサイル攻撃から国民の生命、財産を常に守り抜くための能力を抜本的に向上させることを目的としたイージス・アショア2機を導入すると2017年に決定していた。しかし、2020年12月18日、いろいろな問題点を解決することができず、イージス・アショアの配備を断念し、代替案として既存のイージス艦よりもはるかに高い迎撃能力を有するイージスシステム搭載艦2隻を整備すると発表した。
2022年12月16日、敵のミサイル発射基地などを潰す反撃能力の保有を明記した国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の防衛3文書が閣議決定された。日本の近隣国では、北朝鮮がミサイル実験を繰り返し、ロシアはウクライナに侵攻しており、いつ矛先を変えてくるかわかりません。ウクライナへ侵攻する以前に、日本を攻撃する案もあったと報じられている。そして、中国の軍事力の整備が進んでいて、アメリカを凌駕する勢いだ。これらの理由から、日本は、最悪の事態を想定し、迎撃だけの防衛から、反撃能力を保有する防衛へと、安全保障政策を大きく転換していった。ここで言う、反撃とは、敵が日本を攻撃してきた、手段そのものを叩き潰して、二度目以降の攻撃を完全に阻止することを指している。敵国から受けた攻撃を理由に、敵地本土に追撃することではないから、限定目標の反撃という形になる。攻撃してきた敵国の手段に反撃する手段とは、対ミサイル攻撃、対電子戦、対艦攻撃、対空攻撃、対地攻撃、将来的には対衛星攻撃に発展するとみられている。これらについては、それぞれの専門部隊が実施すべきであり、特にイージスシステム搭載艦は飛んでくるミサイルの迎撃とミサイル発射母体に対する反撃を専門に実施する護衛艦であるべきだ。日本は孤立した島国であり、敵国のミサイルは必ず海を渡ってくるため、その発射母体を撃滅することがイージスシステム搭載艦の任務である。海上自衛隊の訓練や整備などのために、常時、周辺海域で任務を遂行できる艦数は限られていて、イージスシステム搭載艦2隻では到底足りないだろう。しかも、敵の弾道ミサイルの弾道の下に位置しないと、迎撃は難しいということがわかっている。つまり、日本周辺で常時警戒し、確実なミサイル防衛を実施するためには、警戒上駐海域を、日本海において、最低2カ所、東シナ海、太平洋に、それぞれ1カ所の合計4カ所以上を設定する必要があるということだ。加えて、各海域において常駐、訓練、補給、整備をローテーションで行うとなると、3隻は運用しなければならない。ミサイルの再補給は、洋上では、ほぼ不可能であり、港へ戻らなければならず、あの広い太平洋に1カ所という数では少なすぎるが、太平洋への敵艦艇の進出は、事前に把握できるでしょうから、ひとまずはこと足りると見積もられている。要するに、4カ所かける各海域に、3隻合計12隻以上のイージスシステム搭載艦を保有する必要があるでしょう。海上自衛隊は、2022年時点で、既存のイージス護衛艦を8隻保有しているが、これらは、護衛艦隊の対空防護任務を遂行する艦であり、外洋で活動している。だからこそ、日本本土を、敵国の弾道ミサイル攻撃から守る任務を遂行する艦として、初めてイージスシステム搭載艦が整備されることになったということだ。そこで、ここから日本本土を攻撃してくる可能性のある日本周辺国の弾道ミサイル、巡航ミサイルの主要なものについて紐解いていこうと思う。一つ目は中国だね。中国は、ロシアと組んで、極超音速滑空体 HGV 及び極超音速巡航ミサイル HCM をはじめとする極超音速兵器を開発中である。マッハ5を超えると言われている極超音速兵器は、弾道ミサイルよりも飛行高度が低く、複雑な軌道を描くことができるため、探知、迎撃が非常に困難となっている。
しかも、中国は、弾道ミサイルに加えて、巡航ミサイル YJ-18 を開発しており、こいつは、固体燃料ブースターで発射し、ターボジェットエンジンで巡航し、最終段階では、固体燃料で速度を上げて、目標に到達する機能を持っている。さらに、中国は、YJ-18 を発展させた CJ-100、ディフェンダー100、コチ100をもすでに開発しており、こいつは、ターボジェットをラムジェットエンジンに変えて、速度を上げ、射程も伸ばしてきた。世界三大軍事国家である、中国、ロシア、アメリカともに、極超音速兵器の開発と配備を進めており、弾道ミサイルに加えて、巡航ミサイルも、日本の安全保障にとっては、非常に大きな脅威となってきた。二つ目は北朝鮮だよ。ご存知の通り、北朝鮮は、各種の弾道ミサイルの実験を、時期を問わず繰り返し、日本を射程圏に収める弾道ミサイルをいくつも保有している。北朝鮮は、2022年11月18日、世界最大級の大陸間弾道ミサイル、火星17号の発射実験を初めて成功させた。この火星17号は、最高高度 6040.9km という宇宙空間まで上昇し、距離 999.2km を約69分間も飛行して、朝鮮半島東側の日本海の公海上の予定水域に正確に着弾させたのだ。これは宇宙ステーションの高度が約 400km に位置していることから、その15倍以上の高さまで上げる技術を得得していることになる。ちなみに、北朝鮮のミサイルが日本上空を通過するのは2017年9月15日以来、5年ぶりで7回目となる。最後の3つ目はロシアだよ。ロシアも多種類のミサイルを製造している。その中でもカリブルは今後数年間、ロシアの長距離攻撃の主力となるのは間違いない。陸上攻撃型は米国のトマホークに近い性能を持っており、対艦攻撃型の終末弾道は超音速で、致命的な兵器となり得るでしょう。また、追戦水艦型もあり、魚雷発射艦から発射する追戦ミサイルのスタンダード版になると言われている。発射母体は、トランスポートアー、エレクトアー、ローンチアー、通称、テルと呼ばれる地上の発射台付き車両のほか、艦艇、航空機、潜水艦である。陸上攻撃型である 3M14T と 3M14km においては、射程が最低でも 1500km を超え、かつ地形追従も可能とされている。2022年11月18日、北朝鮮と同様に、ロシアは RS-28 サルマト、通称サタン2の実験を成功させた。プーチン大統領が2018年の年頭教書で、アバンガルドは隕石あるいは火の玉のように目標へ到達し、ミサイル防衛システムは無力であると発表していた。このアバンガルドは RS-28 サルマトに搭載、搬送され、目標の近く約 200km で切り離され、マッハ20以上で目標を攻撃する極超音速滑空体のことを指す。これはさすがにウクライナ戦争ではまだ使用されていない。ここまでが日本周辺を取り巻く悪しき国々のミサイルを紹介したわけだが、最後に日本の海上自衛隊が保有するイージスシステム搭載艦の迎撃足す反撃容量について要約する。現在のロシアとウクライナの関係のように、高い軍事力を持つ国々が、ある時、侵略の意思を持つ場合も、当然あり得ることだ。
中国のように、日頃から他国を力による一方的な現状変更は困難であると認識させ、侵略の意思を抱かせないようにする抑止力も十分に効果があるだろう。敵国の侵攻を抑止する上で鍵となるのは、脅威圏外の離れた位置から対処を行えるスタンドオフ防衛機能を活用した迎撃足す反撃能力である。後者の反撃能力を1956年2月29日に政府の見解として憲法上では誘導弾頭による攻撃を防御するのに他に手段がないと認められる限り誘導弾頭の基地を叩くことは法理的には自衛の範囲に含まれ可能であるとしていた。しかし日本はこれまで反撃能力を政策判断として保有してこなかったため、現在、急いで脅威圏外から対処する能力を強化しているところだ。も、上方護衛艦の収益が、かなり急ピッチで進む中、2023年3月には、4番艦のみ、クマも収益します。建造能力もすごいのですが、何よりもが、味方の性能が、異次元との情報をキャッチしました。今回は、この三熊護衛艦収益間近と、その性能を詳しく見ていきますね。ロシア海軍のアドミラル艦が沈没していたけど、あんなのより数段性能はいいですし、少人数化が世界も驚きだと感じています。中国の055型とは別物です。2023年を迎えた日本では、昨年末に閣議決定された、安保関連3文書の内容に基づいた防衛力の強化が各分野で具体的に進められていくこととなり、従来と異なり反撃能力を有する装備の拡充が注目を集めている。そこでは、有事の際に敵の領域内への攻撃を行い得る兵器としてスタンドオフミサイルの重要性が大きく打ち出されており、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型や、当初防衛用の高速滑空弾などの開発と配備が、大きなウェイトを占める。確かに、ここまでの大掛かりな自衛隊の装備のベクトルの見直しは、近年稀に見る戦略、戦術の大転換であり、昨年2022年の参議院議員選挙で、与党である自民、公明両党が、勝利を収めていなければ、政治的にも困難だったと予想される。また、昨年2月にロシア・ウクライナ戦争が生起したことが、日本のこうした防衛政策の転換にとっては、言い方は悪いかもしれないがある種の追い風になった側面も否定できず、防衛費の増額を打ち出しやすい空気を醸成した感もある。そうした意味で、日本の防衛政策という視点からは、激動とも言うべき変化が感じられらた2022年だったが、海上自衛隊の新型護衛艦として、従来にない多目的な艦艇であるもが、味方が収益を開始したことも特筆に値するだろう。海上自衛隊の最新鋭の護衛艦であるもが味方は、2022年3月に2番艦の熊野、翌4月に1番艦でネームシップのも、神、そして、年末の12月に、3番艦の、能代が収益を果たし、日本の海を守る一員に加わっている。そして、今年2023年は、ここに、さらに、3月の予定で、4番艦の、三熊、年末の12月に、
5番艦の矢作が就役を迎える計画となっており、今年を含めて1年で2隻ずつがしばらくの間継続して増加していく状況となっている。現時点ではこれらもが三方護衛艦は全体で22隻の建造が見込まれており、一艦種を長期間運用することについての弊害も指摘されつつも、おおむね就役から数えて40年間ほどが使用期間として想定されている状態であるも、が、三方護衛艦は海上自衛隊の艦艇としてこれまでになかった FFM という新たな艦種記号を冠されているが、これには艦艇の規模を示すフリゲート艦の意味と、多用途、機雷を指し示す意味とが込められていると解釈されている。海上自衛隊では、近年は一定規模以上の艦艇を全て護衛艦という呼称で統一しているため、フリゲート艦という区分はアメリカからの供与を受け、1950年代から1970年代まで運用されていたクス型護衛艦以来となった。そうした新たな艦種記号 FFM を冠されたもが三方護衛艦は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、全幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルの規模を誇り、世界的に見て、フリゲート艦としても、大柄な部類に入る。ちょうど、2023年1月4日には、ロシア海軍の最新鋭のフリゲート艦である、アドミラル・ゴルシコフ級フリゲートの1番艦、アドミラル・ゴルシコフが、極超音速兵器のツィルコンを搭載して、航行に出たことが、報じられた。ロシア・ウクライナ戦争において、このところ、地上戦で、芳しい戦果を訴求できていない、ロシアのプーチン大統領は、この、アドミラル・ゴルシコフを航行させることで NATO 加盟国に対して恫喝する材料を増やした形である。ロシアが喧伝するほどに、ツィルコンが NATO 加盟国に対して、効果を発揮するのかは、現時点では何とも言えないが、ロシア側曰くは射程距離で 1000km 以上、飛翔速度は、マッハ9以上のため、迎撃は困難だと主張している。このツィルコンを実装するとされる、アドミラル・ゴルシコフだが、基準排水量が4500トン、満載排水量が5400トン、全長が 135.0 メートル、全幅が 16.0 メートルの規模であり、も、が、三方護衛艦と、かなり近似値である。ただし、海上自衛隊のもが三方護衛艦と、ロシア海軍のアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートの最大の違いは、その主兵装にあり、前者が、最大で、VLS、垂直発射艦を、16セル搭載可能な前者に比して、後者は、倍の32セルを装備している。そうした兵装の面からも感じられるも、が、三方護衛艦の特徴は、水上戦闘艦として、重武装に振らず、対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装と、機雷の除去と、施設の能力を付与された多用途艦である点に、尽きるだろう。それらに加えてもが、三方護衛艦は、対艦のイメージ通りに、従来艦に比して、大幅にステルス性を考慮した設計となっており、中国海軍による南西諸島方面への圧力に対抗する上で、多用途性に重きを置いたことが伺える。も、が三方護衛艦は、これまでのところ、おおむね、一隻あたりの単価では、500億円弱の建造費であることが明かされているが、海上自衛隊では、これらよりさらに安価で小型な艦艇である。哨戒艦も今後は建造していく方針を打ち出している。結果として最後の防衛計画の大綱となった2018年分の同文書の中で初めて言及された哨戒艦は一隻あたりの建造費がおよそ90億円という定額な小型の艦艇であり、
どちらかといえば、海上保安庁の巡視船に近い印象を受ける。哨戒艦は、基準排水量が1920トン、全長 95.0 メートル、全幅 12.0 メートルほどの艦体に、ディーゼル機関と電気推進を合わせたのコットラード方式を採用。最高速度は20ノットほどで、搭載する兵装も30ミリ機関砲程度と考えられている。こうした哨戒艦やもが、身型護衛艦の使用を鑑みるに、今後の海上自衛隊は、ますます激しさを増すことが予想される南西諸島方面に対して、消費化を図った小型艦艇での監視任務を強化しようとしていることが見て取れるだろう。その意味において、浜屋型などの大型のイージス護衛艦や、イージスアショアの代替を担う艦艇として、計画が進み、新造されるイージスシステム搭載艦らと並行して、小回りの利く艦艇を増加させる方針だと解釈される。ちなみにもが身型護衛艦は、直接的には、沿岸防衛用に設計、建造された阿武隈型護衛艦、艦首記号は、DE の後継艦にあたり、同艦は、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、全幅 13.4 メートルの規模であった。阿武隈型護衛艦は、1番艦で、ネームシップの、阿武隈が、1989年、最終6番艦の、トネ、は、1993年に、就役をしているが、すでに、トネ、であっても、慣例は、今年で30年を迎えることから、遠くない将来での退役が見込まれる。すでに、阿武隈型護衛艦の前級であり、1983年と1984年に、2隻のみが建造され、太夫張型は、すでに、2010年に、退役を迎えており、海上自衛隊としても保有、運用する艦艇の新陳代謝を、必要な防衛力との兼ね合いの上で進めていくことが、急務となっている。必要とされる乗組員の定数から見た場合、阿武隈型護衛艦は約120名、もが、身型護衛艦は、これよりも、はるかに艦隊が大型化しているにもかかわらず、約90名と非常に少ない人数での運用が可能なほどに、省人化が図られている。しかし、日本の少子高齢化の傾向は、ますます加速する上、慢性的な人員不足に直面している海上自衛隊にとっては、その数であっても、必要数を充足させることは容易ではなく、防衛費の増額は図れたものの、課題は尽きない。陸上自衛隊や航空自衛隊に比しても、海上自衛隊で艦艇への勤務になれば、携帯やスマホがほとんど使用できない環境下に置かれるため、そうした勤務への希望者は圧倒的に少ないであろうことは、想像に難くないのが現実だと言えそうだ。